メリークリスマス皆様のクリスマスはどんなクリスマスですかそして、誰とクリスマスを過ごすんですか橋本佑介です私は今日、慶応プラザホテルにやってまいりましたなんとなんと競輪グランプリ2016の前夜祭が行われるということで場所は本館5階コンコードボールルームでございます、えー、ここでグランプリがね、えー、前夜祭行われるわけなんですけれども、これから 私頑張ってガールズグランプリに出場する7人の選手のインタビューを取っていきたいと思いますうまくいくかどうか分かりませんけれども精一杯力の限り全力でインタビューしていきたいと思いますんで楽しみにしていてください、はい、1番東京石井ァ子今年は本当にきつい1年間で最後までグランプリ争いをしていていろんな方に支えてもらって出れたので 本当に感謝して走りたいなと思ってますはいえそれでは石井博子選手にお話を伺います4年連続のグランプリになりました今のお気持ちからお願いしますそうですねあの本当にギリギリで7番手で上がっているので本当に嬉しいです最後の最後に滑り込めて安堵感が安堵感ですね本当に良、はい、かったですいやでもねあの去年もここでインタビューを石井選手にやらせてもらったんですけれども<え>去年結構こうあんまり景気のいい言葉がなかったような気がするんですけどう でもあの常にです常に常にネガティブあら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 なんかちょっと景気のいい発言はないですか今年は今年もあんまないですねなんかお願いしますよ <laughs> そこをなんとかまあどうだろうなだってそんなこと言って去年二着ですよあそうなんですよだからネガティブな方が結構調子良くて本番得意だから、はい、まあまあなんとか自分を信じればなんとか、うん この土壇場での勝負強さっていうのは石井選手これ自分で分析するのも難しいと思うんですけどどういうとこだと思います？人はなんか本番で何割かしか出せないみたいな持ってる実力のね,ね実力を、うん、私の場合は120%出せるんですよ <laughs> <laughs> すごい練習でボロボロで例えば妹にね、はい、こう負けたりしてでもレースでは優勝したりするんで、はい、からもう練習じゃ練習 まあ練習でも練習の力がそのまんまもっと出ちゃう百二十パ練習のはい三、はい、倍ぐらい出ちゃうみたいなああよかった初めて石井選手の口から景気のいい発言が <laughs> 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 ダメなやつかもしれない <laughs> いやいや大丈夫ですよではですね百二十パーセントの期待を込めているファンの皆さんに最後にメッセージ大丈夫かないやいやいや,いや大丈夫ですよ <laughs> はいでは最後にお願いしますはい、はい、地元の東京で ガールズグランプリ走れることになりましたのでぜひ生で応援よろしくお願いしますはいどうもありがとうございました石井博子選手にお話を伺いました2番コーチ山原さくら4年連続グランプリ出場させてもらえることに感謝の気持ちを込めてそして今小倉で合宿させてもらっているんですけども今までにない調整の仕方で本当に自分も楽しみにしています悔いのないレースにしたいと思いますので応援よろしくお願いします はいえー、それでは山原さくら選手にお話を伺います。4年連続のグランプリになりましたよ。今のお気持ちからお願いします。嬉しいです。最高の気分最高の笑顔ですね。<laughs> そうですね。橋本さんが笑顔にさせてくれてますね。今 <laughs> いや今ちらっと見たんですけれども、はい、もう爪もかなり気合が入っていてちょっと伸びてるんですけど、これはクリスマスバージョンですね。うん、グランプリバージョンじゃないんだ。あ、また買えます。あ買えるんですね。はい、そっから,っからはい、ちょっと皆さんに見えるようにこう出してもらえますか？ キキラキラでございます、はい、どうですか今年は計画的にここまで来ましたかそうですね今小倉で練習させてもらってるんですけど、うん、皆さんが一緒に練習してくれて仕上がってますあとは僕が本命つけるだけとそれだけは勘弁してください <laughs> それだけはもうお願いします何 <laughs> でそんなに拒否するんですかいいじゃないですか去年もその話しましたので、ね、終わってから <laughs> 私と奥井さんに、はい、応援してますよ折り返しで勘弁してください山原奥井の折り返しで勘弁してくださいもん な山も出さないでください。もう今年は <laughs> 無印で。無印、もう無印。全く触れないでない。名前も出さないでください。わかりました。じゃあ静かに応援させてもらいます。はあ、はいお願いします。<laughs> ではもうあっという間に時間が来ました。はいそうなんですよ。まだまだいろいろ喋りたいんですけれども最後に皆さんメッセージお願いします。はい、えー。4年連続、えー、走らせてもらうことに感謝して後悔のないレースにしたいと思います。応援よろしくお願いします。はいありがとうございました。山原選手にお話を伺いました。 3番神奈川尾崎睦美、えー、1年間このグランプリに出るために一生懸命頑張ってきましたしっかり結果を残して来年の平塚のグランプリに繋げられるように頑張ります応援よろしくお願いしますはい、えー、それでは尾崎睦美選手にお話を伺います初のグランプリになりました今のお気持ちからお願いしますはいとても嬉しいです緊張感とかはどうですか <laughs> うん。ま そうですね、あの近づいていくたびに、うん、あの周りの選手とかに、うん、あの頑張れよとか、うん、しっかり走れよって言っていただいたりとか今してるんですけども、いよいよかなって近づいててきたなって感じですね。心躍るワクワク感も結構あったりして。<laughs> そうですねあの、ガールズグランプリがあのガールズ競輪の最高峰のレース,だとレースなので、うん、まそこ走れるっていうのはもうとても光栄なことだと思います。 あの普段の開催とは違ってこれ一発勝負ということになるんですけれども尾崎選手の中でこの一発勝負というのはどううなんでですすか一発勝負そうですね何が起こるか分からないのが一発勝負だと思うので、うん、もちろん自分にチャンスがあると思って、うんはい、来たなって感じですねここまではどうですか、計画的にまあ練習、まあ、調整もできましたかそうですねあのしっかりあの練習の方はできているので、うん、あとはもうあのグランプリに向けてどんどん気持ちと。 体の調整とと上げていくところですね強いメンバー、すごいメンバーが揃ってのレースということになるんですけれども、尾崎選手はこのメンバーの中で、どういう競争を皆さんに見てもらいたい、アピールしたいというのはありますか、はいもうずっとあの積極的に走ることを心がけてやってるので、まあ、その辺グランプリだからといって、あの小さくなるのではなく、積極的に行きたいと思ってますでは最後にもう一言、皆さんへのメッセージをお願いします12月28日、立川で自分が優勝できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。 はいありがとうございました小崎選手にお話を伺いました。四番福岡小玉葵、えっとグランプリを目標にしっかり頑張ってき,きてあの優香さんの分までしっかり優勝して帰れるように頑張りたいと思います応援よろしくお願いします。はいえー、それでは小玉葵選手にお話を伺います初のグランプリです今のお気持ちからお願いしますえっと目標としてたグランプリなのであの出場が決ま,決まってすごく嬉しいです。 今年1年は児玉選手にとってはどんな年でしたかそうですね、まあ、順調にきてたかなというふうに思います。着実にこうパワーアップしているんじゃないかなというふうに思うんですけれども、ご自身ではどうですか私自身もあの練習もやっている分、すごく、うん、あの納得いくレースも増えてるかなというふうに思いますレースで納得のいくのが増えてきただいぶ、はい、まだちょっとなんですけど。うん ということはもう平常心というか、そんなに気負わずにレースに臨めているっていう部分もありますかね。そうですね。緊張もあまりしなくなったので、あの少しずつ慣れてきました、うんはい。そして迎えた大舞台ですけれども、今どうですか？緊張感というかワクワク感というか、その辺はご自身でいや。まだあんまり実感してません。実感してない。はい、はい、まあ、これからまだもうちょっと時間ありますからね。そうですね。うん、はい、なんかイメージなんかはありますか？グランプリ、こういうレースになって、こういうレースになってみたいな。 まあ、本当に皆さん強いので、うん、もうあんまり展開がどうなるかっていうのはあんまり分からないんですけど、うん、ただお客さんがすごく多いっていうことを聞いたので、うん、あのその部分でちょっと緊張しちゃうかなっていうのはちょっとありますものすごい歓声がどん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 飛んでくると思いますよちょっと緊張しますねそれははい、はい、その辺どうですか、まあ、先輩からアドバイスを受けたりとか師匠からとかありますか いや特にもうあの強いんだから自信持っていけというふうにしか言われてないですそして勝ったら自分へのご褒美何かあると思うんですけれども予定しているものありますすかそうですね時計を買おうかなというふうに思います時計あ、欲しいやつ決めてるやつがあるんですね。ちょっとロレックスはい あらあら、ロレックス。はい。はい、<laughs> じゃ、あいいロレックスが買えるように。はい、ね。では、最後にもう一言、はい、ファンの皆さんへメッセージお願いします。はい。えっと、いつもたくさんの応援ありがとうございます。えっと、グランプリしっかり。福岡が二らん、二連覇できるように頑張ります。応援してください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。児玉葵選手にお話を伺いました。五番、東京、奥井文。今年はあの、地元、立川ということで。自分の、あの、育ててもらっている、その立川で。 あのいつも応援してもらっているファンの皆さんを日本一にしたいという強い気持ちで頑張りたいと思いますはいそれでは奥井文選手にお話を伺いますさあやってまいりました地元立川でのグランプリです今のお気持ちからお願いしますいや、本当やってまいりましたっていう感じですね,ね<ー> <laughs> なんかヘアスタイルもちょっとグランプリ仕様になってないですかそうなんですイメチェンしてもうグランプリに向けて、はいね、ちょっとこれ赤っぽい色になっているような気がするんですけれども <laughs> まあなんか色はあれなんですけどちょっと、はい、あの今まで黒だったんですけど、はい、はいちょっとやってみようと思って、はい、気合の現れですねそうですすねねそう僕ね本当、奥井さん個人的な話ですけれども奥井さんがもし優勝したら。 僕泣いちゃうと思います本当ですか口ばっかりっ本当ですよ本当ですか本当にねもうね安木方へ安木方へ流れる風潮にあって先行 <laughs> で貫くっていうこのスタイルは素晴らしいですよねはい。何がそうさせるんですかへやっぱりそのファンの方の気持ちやっぱ乗せて走りたいっていうのは大きいですよね、うん、ねえ。うん、もう戦い方っていうのは頭の中にはあると思うんですけれども いやもう本当自分はもうねやっぱ先行で一年間戦っ戦ってきたんで、もうそれをグランプリでも、うん、はい、はい、今年一年は奥井選手にとってどうでしたどんな道のりでしたか <laughs> そうですねまあやっぱりちょっと自分でも壁にぶち当たる年だったのかなとは思いますいろいろ外国人選手とぶつかったりとかもね力勝負したけどそうですねあれが大きいですね、うん、やっぱり力の差っていうかうん。 さらにじゃあ目標がこう高いところにできたっていうような感じもありますかそうですね、やっぱ何年後か、あの方たちとやっぱり力勝負して戦いたいっていう、うん、ありますねいやそれが本当にあの楽しみなんですけれども、大変じゃないかなって思うんですけどね、はい、いや、でもすごい楽しいです、やっぱり。そうですか、はい、もう一途に貫いて、レースの方うは、そうですね、プライベートの方は一途で貫けそうな感じはありますか全くありません。<laughs> <laughs> 貫く道もありません。<laughs> じゃあ、その思いをレースに、じゃあ、ぶつけていただきましょう。そうですね。はい、もう、すべてレースにぶつけたいと思います。はい、では、最後にもう一言、皆さん、お願いします。<laughs> そうですね。あの、橋本さんと一緒に、あの、泣けるように。あの、本番は。しっかり逃げて、優勝できるように頑張りたいと思います。はい、どうもありがとうございました。した奥井選手でした。6番、栃木、梶田舞。 栃木の梶田です。と前半は怪我や入院など苦しいこともありましたが、たくさんの方の支えでこうやってグランプリに乗ることができました。はい、それでは梶田舞選手にお話を伺います。さあ、4年連続のグランプリということになりました。今のお気持ちからお願いします。あと、嬉しいというより今ホッとしてる感じですああ。安藤館の方が4年連続ですけれども、安藤館の方が。 そうですねやっぱりここまで来るとやっぱり乗ることが求められてきているのであの乗れててかっったなって感じです、うん、あの去年と今年とこのグランプリを迎えるにあたって状況は結構違うと思うんですけれどもご自身でではどどうですかあのどんどん下の木も入ってきてでいい選手もいるので、まあ、追われる立場でもありますけど、まあ、自分も伸び伸び頑張ろうかなっていう感じです。 2場所連続の完全優勝でグランプリですから、ね、状態的にも手応えあるんじゃないかなと思ううんでですすけれどもそうですね調子はどんどん上がってきているのであのいい感じには持ってこれると思いますグランプリ、今回取れば、まあ、2度目ということになるんですけれども2回取っている選手はいませんよそうですねあのそういう面ではあの初めての2回目になれるように頑張りたいです梶田選手の中でこう何か願かけみたいなものあるんですか 願掛けは特にないんですけど、うん、まあ練習したことをしっかり出せればといつも思ってます、うん、もし取ったら自分へのご褒美何かか考えてますか 2>,、えっと、2つ欲しいものがあって、はい、あのクリップバンドと、うん、あとはあのバイクが欲しいです <laughs> それ全部競争に関係することばっかりじゃないですか<あ>バイクは違うんですかバイクはそうですねちょっと誘導のバイクを買いたいなって思います <laughs> レースですよね、関係するのはね。<laughs> で、ちょっと自分なりに改造して。はい、あの、ちょっと欲しいなと思って。もう最後になりましたけれども、ええー、まあ、競輪グランプリと普段競輪のレースを見ない人も、えー、見る機会が多いと思います。えー、グランプリ梶田選手のどこを見てもらいたいですか。レースさばき。さ、は、ば、い、き、はい。では、最後に、皆さんへのメッセージをお願いします。えっ、はい、と、二度目の優勝に向けて、一生懸命やってます。ぜひ、応援よろしくお願いします。 7番東京、高木真備、えー、ずっとこのグランプリを目標に今まで頑張ってきました、えー、恩返しできるように精一杯自分の力を出し切って頑張ります応援よろしくお願いします、はいえー、それでは高木真備選手にお話を伺います初のグランプリですけれども今のお気持ちからお願いします緊張感とわくわく感割合でいうとどんな感じですか ワクワク感の方が大きいです。大きい。ワクワク何割ぐらい9。9? 相当なワクワク感ですね。じゃあ今のところはあんまり緊張はしてないっていう感じですか。そうですね。思想になったらワクワクを勝たせるように頑張ってます。ワクワクを勝たせるようにね。はい。いや本当にグランプリこれ夢の舞台だと思うんですけれどもね、今年ここに至るまでの道のりは振り返ってどうでしたあっという間だったと思います。 あっという間自分の思ったようなイメージのレースがずっとできましたかまあ自力を出して積極的なレースしようと心がけてきたので、うん、できたと思いますいや本当にあの我々見ていると高木選手、どんどん強くなってきているなという,ような感じがするんですけれども自分ではどうですか手応えは,はだいぶ勝てるようになってきたなとは思います、うん、どんどん先行力に磨きをかけてといいううような感じですか <laughs> はい、<laughs> だいぶしんどい練習もしているんじゃないですか。 <laughs> <laughs> してなくはないですよね。まあ、でもまだまだだと思います。まだまだですか。はい、え、これからのじゃあ、高木まきびの課題っていうのはどの辺にあるんですか。でも、まだまだ上で戦うには力が足りないと思うので。うんうん、はい。まあ、ここは腕試しにはもう絶好の場所ですよね。はい。ね、はい。あの、願掛けみたいなことっていうのは何か考えてます。ええー。 ないはいしないですか、はい、じゃああと、えー、勝った時の自分へのご褒美予定しているものがあったら教えてください、はい、なんか買うとかじゃないんですけど、うん、最近褒められたいので、はい、みんなに褒めて欲しいです <laughs> みんなに、はい、みんな特に誰から褒めてほしいっていうのはありますえー、もういろんな人に褒めてほしいですじゃあまあ家族師匠先輩、はいはい、僕でもいいですか まあ、褒めてもらえるなら。<laughs> <laughs> そうですか。はいもう勝ったら皆さんも大絶賛だと思います。<laughs> いいいはい、はい、では最後に皆さんへのメッセージお願いします。いつもたくさんのありがとうございます、えー。年末の一番でしっかり自分の力を発揮できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。高木選手にお話を伺いました。